今回の動画ではこちらですね、ユニバーサルオーディオから出たその UAFX シリーズの Ruby、 こちら解説していきます。もう率直にもう感想を言っちゃうと、これはもうめちゃめちゃ感動しました。もう歴史が変わった瞬間に立ち会ったっていう、それぐらいのレベルです、自分の中では。これ何ができるエフェクターかっていうと、もうボックスの AC30 がこの中に2台入ってる、そんなイメージですね。なんかこのアウトプットも2つあるんで、よいしょ、2つつなげればその AC32 台が鳴っている状態、そういうこともできます。で、この、よいしょ、ここがチャンネルセレクトになってるんですけども、まず真ん中の状態でノーマルチャンネル、このノーマルチャンネルがボックス AC30 の1961年に作られたやつ、そのヴィンテージのめちゃめちゃ状態いいやつをちゃんとシミュレートしてるっていう、研究して、そのこのエフェクターに落とし込んでるっていう、そういうノーマルチャンネルが入ってます。で、こっちのトップブーストチャンネル、これブリリアントなんですけども、これは1963年の、またこれもヴィンテージ、本物の AC30 を研究してちゃんとシミュレートしたのが入ってる。で、このビブラートチャンネルも入ってるっていう。なんで61年と63年の AC30、 もう美味しいとこ取りがこの1台でできて、しかも2台鳴らせるっていう、ステレオアウトすることで2台鳴らせる、めちゃめちゃすごい。とペダルですね。でももうこれエフェクターとかペダルっていう感覚じゃなくて、もう自分の中でもアンプもそれぐらいいっちゃってもいい、それぐらいのもう、なんだろうな、印象ですね。っていうのも普段ボックス AC30 使ってて、その実機ですね、これはもうもちろんヴィンテージじゃなくて、まあ一応モディファイされた AC30 なんですけども、いや今までそれが最高だと思ってたし、まあ今でももちろんいいんですけども、結局そのなんだろう、ライブとかで使う時ってアンプから出てくる音をそのマイキングして、スピーカーの前にマイク立ってて、でそのマイクで拾った音がその会場に流れてるというか、 PA さんが調整してモニターしたり、そのお客さんが聞くんですけども、そういう音って家じゃ聞けないじゃないですか、なかなか。マイクいつも立ててるわけじゃないし、でそのマイキングの微妙な位置関係でも、ほんとちょっとしたズレで音ってガラリと変わっちゃうから、そのいつも狙った音がすぐできないとか、まあセッティングがただめんどくさいだけなんですけども、なんかそういうこともしなくていい。もうこのエフェクターはアンプにとギター挿してマイクを使って、でそのマイクから拾った音が出てくるっていう。だから家で普段出してる音をもうそのままどこにでも持っていけるっていう。めちゃめちゃ便利で、もちろんその後で、ね、このつまみなんですけども、詳しく解説しますけども、じゃあその PA とかそのミキサーにつなぐのはそれでいいかもしれないけど、実際アンプにつないじゃったら、何、アンプには実際にスピーカーがあるわけだから、そんなシミュレートしたのなんか二重になっちゃうじゃんって思うかもしれないですけど、そのマイクで拾ってる音をオフにすることもできる。シミュレート、マイクの音をシミュレートしたのをオフにすることもできるから、ほんとただ単にエフェクターとしても使えるしっていう、すごいめちゃめちゃ便利。もうかなんだろう、悪いところがない、これが足りないなとか、あともうちょっとこうしてほしいなっていうのがない、それぐらいすごいエフェクターです。ちょっと実際に各つまみをいじって、音出ししてみます。めっちゃいいですね。ちょっと一個ずつつまみのこの解説をしていきます。よいしょ。まず今このチャンネルの状態ですけども、このノーマルチャンネルになってて、でこのボリューム、これ今フルになってますけども、ボリュームフルの状態で歪みます。
こう真ん中の位置だと、これ今テレキャスターのセンターのピックアップポジションですけども、ミックスですね。まあ、こういう綺麗なクリーントーンが出るって感じですかね。ちゃんとピッキングの強弱にも追従する感じなんかもう本当にアンプそのまんまですね。本当に実機の AC30 と遜色ないです。まあただそのここに入ってるノーマルチャンネルって61年のもうヴィンテージのアンプなんで、まあその実際にそのヴィンテージのアンプ触ったわけではないんですけども、こんな感じなんだろうなっていうのを彷彿するぐらいめちゃめちゃいいですね。でちょっと上げていくと、ボリューム上げると、まあ、音量の増加とともにちょっと音が歪んでいくって感じですね。で、さっき冒頭でもやりましたけど、そのアンプをフルに歪ませた状態でもちゃんとこのギターのボリューム操作で。原因をコントロールすることができますね。で、ノーマルチャンネルだとこのカットっていうコントロールでちょっと広域が衰退するような効果を得ることができます。すごいもごもごしたような音になっちゃうんですけども、まあ、ノーマルチャンネルでは普段自分カットは使わないですね。もうフルの状態、これは実機でもそうです、一緒です。でアウトプットでその全体の今ここで決めた音の調整をしますね。音量を決めます。なんかアンプについてるマスターボリュームなんかだと、そのマスターボリュームで音下げていくとちょっと音がしょぼくなっていくとか、そういうのがあると思うんですけど、これはそういうことはないです。一切こっちの音色にはほとんど影響しないですね。で次にこのノーマルの状態でこのアンプっていうトグルスイッチ、この真ん中がアンプっていう状態になってると、この下の段の効果をそのここのつまみで調整できるようになってるんですけども、ノーマルチャンネルだとその実機と同様このベースとトレブルのこのイコライザーは効かないようになってます。効かないようにっていうか効きません。なんでここでアンプっていう状態でこれいじっても、ここに赤くランプついてると思うんですけども、ピカピカって光る、こう点滅するのはこれいじってもそれ効かないよって、これここで教えてくれてます。なんでトレブルも同様にこういう風になりますね。でこのブーストっていうノブは、実はこれアンプの前段にブースターをつなげることができるようになってて、まあノーマルチャンネルだともう本当に王道の組み合わせというか、ちゃんとそのレンジマスター、トレブルブースターが入ってるって、これもすごいリアルなんで、ちょっと聞いてみますね。あ、そうか、冒頭で弾いてたのか。まあちょっともう一回やってみます。ここでブーストのスイッチオンにします。オフだと何もかかってない状態で、で上げていくと、オフにすると、よいしょ、ゲインが足されていく感じですね。よいしょ。はい。で、このオルトっていう ALT って書いてある方にこのトグルスイッチを合わせてやると、さっきこのアンプの状態でこのベーストレベルに聞いてた、この下の段に聞いてたのが、まあ、ここの字の通り、この色のついた四角囲ってあるところのこのモードにこのつまみが切り替わります。なんですけども、こことここ、このスピードとこのインテンシティっていうのは、このビブラートチャンネル、後で紹介するビブラートチャンネルに効いてくる効果ですので、これもさっきと同様、これいじってもこう効きませんよ、ここ効きませんよっていうふうに教えてくれてますね。で、このルームっていうのが、ちょっと部屋の中で鳴ってる感を
このつまみで調整することができるようになっています。ちょっとフルで分かりやすいのでやってみますね。ちょっと残響反響してるみたいな感じ。もちろんゼロにすると、こういうダイレクトな音にちゃんとなります。自分は割とこの辺が好きですね。真ん中だと結構存在感がガラリと変わりますね。これぐらい軽くかける感じが好きですね。真ん中でも悪くないんですけども、でこの今アンプとオルトのこの2つ紹介しましたけども、この状態でよいしょ、このストアっていうのがあるんですけども、この真ん中のスイッチをよいしょストア側に下げると、ここ見ててください、ピカピカって今緑に点滅したと思うんですけども、この状態をプリセットすることができる、保存することができます。なんで今このプリセットって書いてあるところ、これ今赤くなってますけども、これ緑にするとこの状態がの音が入ってます。ちょっと分かりづらいんで、まず、あ、そっか、この説明するんですけども、このライブモードとプリセットモードって2つあって、この赤い状態がそのライブモードなんですけども、このライブモードっていうのはもう今まさにこの見てる通りのつまみの設定の音が出るよ。でプリセットモードにすると、保存したさっきこのスイッチを倒した時の保存された音色がすぐに呼び出せるようになってます。ちょっとライブモードで音色を変えてみます。ちょっと極端にこういうクリーンとこもらせた音で、でさっき保存した音、こうやって瞬時に切り替えることができます。でスイッチが2つついてるんですけども、この役割を実は変えることができるようになってて、スマホと連動するとスマホでいじれるんですね。 Bluetooth でつなげると、ちょっと自分は変えてます。実はデフォルトだとこっち側がエフェクターの単純にオンオフスイッチで、こっちがプリセットのオンオフってなってるんですけども、自分はその役割を変えて、こっち側にブースターのオンオフの役割を当ててます。でこっちを押すたんびにライブモード、プリセットモードで切り替わるようになってます。なんでエフェクターのオンオフはできないようにはなってますね。デフォルトだとこっちがライブモードでプリセットモードみたいな、そういう風に単純に分かれてるんですけども、じゃあブーストのオンオフどうやってやるんだって言ったら、デフォルトの人の場合はもうここでシンプルにつまみをゼロの位置にすればブースターはオフになります。でこうやって上げていくと、もうこの状態でかかりますね。だからブースターオンオフは自分は個別でやりたいなって思ったので、こっちでブースターオンみたいな、そういう風に使えるように変えてます。なんかそういう使い勝手自分で選択できるのもめちゃめちゃいいなって思いますね。他にもなんかいろんな、ビブラートのオンオフができたりだとか、そういう風に他にもあったので、ちょっと興味ある方は試してみてください。で今こことここ、あ、ここはまだ全部じゃないですけども、ここ全部説明しました。で次このスピーカーっていうこのトグルがあるんですけども、ここで、スピーカーとマイキングの種類を選ぶことができるようになってます。ちょっと上から順番に説明しますね。これ公式のマニュアル、サイトのマニュアルに書いてあることなんですけども、まずこの一番上で赤、光ってるカラーが赤の時には、希少な 15W のセレッションシルバーブルドッグスピーカーを搭載した2発のコンボキャビネットを421でマイキングした音っていうのが収録されてるようです。ちょっと分かんないですけども、それが希少なのか、ちょっとスピーカーの違いまではよく分かんないですけど、ちょっと音出してみます。で最初から選択してたこのブルー、これ自分一番好きな音なんですけども、これはそのオリジナルのセレッションブルースピーカーを2発搭載したキャビネットを57でマイキングした音になってます。さっきのと比べるとちょっと落ち着いたように聞こえますね。こっちのが
ギラついてるというか。こっちの方がバランスがいいように僕は感じますね。まあセッティング次第なんでしょうけども。で次にこの下、このグリーンって書いてありますけども、これは最新のセレクション G12H スピーカーを2発搭載したものを160のリボンマイクで撮った音だそうです。ちょっとブルーと比べると、中域がブワッと出てくるような感じですかね。なんかミッドが強調されたような音です。っていう3つが入ってるんですけども、さらにパソコンとつないで製品登録するとさらに3つボーナスで、追加されます。スピーカーとマイクがこうやってまた倒していくと、こう順番に変わって、これがこうやってカチャカチャって1個ずつ倒していくと、よいしょ、切り替わっていくっていう。指が邪魔ですね。こういう風になってます。赤の状態がそのデフォルト、最初から入ってる。で倒していくとこう変わってて、で次がこう緑、追加の音になってきます。でこの緑の状態で一番上だと、ブルーブルドックスピーカーを一発入ったそのキャビネットを57でマイキングしてる。要は AC15 みたいなことですよね。ちょっと2発のものよりもなんか明るい感じですよね。チャリってしてる部分が多いっていうか。ちょっと2発聞いてみます。一発聞いてみます。はい。で次に真ん中のポジションだと、この状態で、セレッションの G12 スピーカーを2発搭載したマッチレスのキャビネットを57でマイキングした音です。さっきのブルースピーカーの一発と聞き比べてみます。もうここまで来ると何が何だかちょっと訳が分かんなくなってきちゃうんですけども、なんとなく変わってますね。で一番最後ですね、この状態だとセレッションのゴールドスピーカーを2発搭載した2ロックキャビネット、これを421のコンデンサーマイクでマイキングしてます。ちょっと太い。ちょっとさっきのセレッション12と聞き比べてみましょうか。で、セレッションゴールド。12と。ちょっと中域がブッとブワッと出てくる感じですかね。まあ追加はありがたいんですけども、普通に自分はデフォルトで入ってるこのブルーが一番好きですね。あ、でこの何もついてない状態だと、まあ、普通に家にあるアンプとかスタジオに置いてあるアンプのリターン端子につなげば、そのアンプ部は通らずにここだけで作った音が素直にキャビネット、スピーカーに出力されるので、もう何もシミュレートしてない状態ですね、このマイキングだとか。なんで本当に、ミキサーにつないでアンプとしても使えるし、アンプにつないでエフェクターとしても使えるっていう、もう至れり尽くせりなんですけども、そういう感じなんで、これちょっと聞いてみてください。全然これ今ミキサーにつないでるんで全然いい音しませんが、こういうことですね。キャビネットシミュレートなしは。でマイキングした音、となってます。では次、今ノーマルチャンネルでずっと試してみたんですけども、
トップブーストチャンネルですね。一応ブリリアントってことですかね、なってますけど、この音聞いてみます。やっぱノーマルチャンネルよりゲインが強いですね。で、明るい音ですね、めちゃめちゃ。もちろんこの状態でもギター側のボリュームを操作することでそのゲインのコントロールができるようになってます。でノーマルチャンネルでは聞かなかったこのベースとトレブル、このイコライザーもここでは使うことができるようになってます。極端なセッティングもできますし、まあセンターの感じだとちょっと高音がきついなって時はこのトレブルちょっと調整して、でここでもうカットが効くのでちょっとここで調整することでさらに音色を整えることができるようになってます。でこの真ん中のスイッチがアンプの状態でこの EQ が効くって最初に説明したんですけども、これをまたオルトにしてやると今度はこのトップブーストの状態でもこのルームのエフェクターが効いてきます。そういう感じですね。でアンプの状態に戻しても今このルーム決めたのはそのまんまで、ここでベースを調整することができます。なんでちょっとルーム下げたいなと思ったらまたここでスイッチを変えてあげて、でルームをオフにするとか、そういう感じですね。でこの状態でまたサイズの説明になりますけども、ここ下側に長押しするとこの状態がプリセットで保存されます。では次にビブラートチャンネル行ってみたいと思います。よいしょ。この状態でこれはビブラートチャンネルだとトレブルとベースはいじれないんですよね。これ実機っていうかこのエフェクター触って初めて知ったことなんですけども、ここ変えられませんよって点滅します。なんでもうオルタネートのこっち側でスピードとインテンシティとルームだけを調整していく感じになります。まずセンターで試してみます。ルームはちょっと下げます。自分が持ってる AC30 はもうビブラートチャンネル取っ払っちゃってやるので初めて聞いたんですけども、揺らぎがすごい独特ですね。この揺れが気持ちいいというか、でこのこっちのノブをつまみを回していくと結構えぐくかかります、ね、でスピード、これで音の揺れの調整ができますね。ちょっとあんまりえぐくかけると気持ち悪いですけども、スピードを上げた状態でこいつを下げるとこういう感じですね。ちょっと浅くかかります。割とスピードはこれぐらいで、センターかな、こういう感じが好きですね。
しちゃったけど、こういうのがなんか合いますね。あんまりビブラートチャンネルって使わないかなって感じですね。うん。あ、で、さっき説明し忘れたんですけども、このノーマルチャンネルでもブースターオンオフができて、ブリリアントチャンネルでもこのブースターのオンオフができます。ただあのノーマルチャンネルの時はトレブルブースターだったんですけども、これは EP3 ブースターみたいですね。ちゃんとそのチャンネルごとに使われるブースターが変わってくるっていうすごいマニアックな設定なんですけども、よいしょ、ちょっとブリリアントチャンネルでもブースターを試してみたいと思います。もう極端にフルで、すごいアグレッシブなサウンドですよ。使い方ができるなって感じですね。ビブラートチャンネルだと、オフで、うん、ビブラートチャンネルはなんかブースターなしの方が自分は好きですね。ビブラートチャンネルのクリーンはこんな感じです。面白い、めちゃめちゃいいエフェクターですね。本当に楽しいです。はい、ここまでこのエフェクター、じっくり試してみましたけども、ちょっとここからですね、本題というか自分にとってはもうそれがメインなんですけども、このエフェクターでじゃあブライアン・メイサウンドが出せるのかっていう、レッドスペシャルをつないでトレブルブースターつないで、まあ時期と同じようにですね、ノーマルチャンネルのセッティングでボリュームをフルにして、これステレオでアウトプットできますので、片側だけコーラスエフェクトかけてあの音になるのかちょっと試してみたいと思います。
はい、ではここまでじっくり Ruby いじってきましたけども、いかがだったでしょうか。もうブライアン・メイの音も作れるし、最強のエフェクターだと僕は思いましたね。もう本当に何度も言ってますけども、ほとんどアンプですよね。もうアンプいらないんじゃないかって思うぐらいなんですけども、まあ、そんなこと言えるのも実際にアンプをいじってみてね、いろいろその感じてきたこととかがあるからそういうふうに言えるのかもしれないですけども、これはもう本当ボックスアンプ欲しいなって思ってる人全員におすすめしたいですね。なんか結構ね、箱も可愛いんですよね。なんかちょっとチョコレートっぽいっていうか、結構お菓子の箱みたいな、結構可愛くないですか。なんか、結構おしゃれだなと思いました、この箱。でもエフェクターも申し分ない、悪いとこないですよね。なんかあるのかな、ちょっと自分はこんなとこ使いにくいなとか、こういうの気に入らなかったなっていうエフェクターに対して何かあったら、ちょっとコメントでも教えていただければいいと思います。なんかこんな使い方したいんだけどどうしたらいいとか、そういう相談でも構いません、大丈夫です。いや、もうびっくりです。本当に歴史が変わった瞬間だと僕は思ってます。ではまた何かの動画でお会いしましょう。